皆さんこんにちは。三重県アールブリュット&ミュージックブリュット、自由から世界が始まるアート2021、司会は NPO 法人希望の園、スタッフの伊藤美優です。昨今、障害のあるアーティストの作品や音楽が注目され、それに対する評価が国内外において高まっています。このような中で、障害のあるアーティストの芸術文化活動を途切れることなく支援していくために、その支援者の皆さんに向けて制作したのがこの配信講座です。この番組が今後の障害のあるアーティストの芸術文化活動を盛り上げていくヒントになればと思います。全2回にわたってお送りする三重県アールブリュット&ミュージックブリュット、自由から世界が始まるアート2021、第1回はアールブリュット編といたしまして、第1部どうすればアートができる、第2部アーティストトークの2部構成でお送りします。第1部では障害のある方のアートがどのようにしてできるのか、その魅力などを普段の制作風景の様子を交えながら解説していきたいと思います。第2部は日頃希望の園を利用しているアーティスト3名とのトークセッション、彼らの考え方や世界の見方などをトークセッションを通して面白おかしく解明していきます。それでは第1部、どうすればアートができるに参りましょう。出演はアートラボブループラス代表伊藤愛さんと NPO 法人希望の園村林真也理事長です。第1部の進行は村林理事長にお任せします。よろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。三重県アールブリュット&ミュージックブリュット、自由から世界が始まるアート2021、第1回目なんですけども、どうすれば、アートができるのかということをテーマにですね、今日は話を進めていきたいと思います。本日はですね、愛知県の方から、アートラボブループラスの代表の伊藤愛さんをお招きしてですね、どのようにすればアートができてくるのかなっていうのをテーマにお話ししていきたいと思います。伊藤先生、よろしくお願いいたします。愛知県三好市から参りました、アートラボブループラス主催しております代表の伊藤愛と言います。私の紹介からでよろしいでしょうか。はい、お願いします。私はですね、どうでしょう、愛知アールブリュットネットワークセンターという、ところで働いて、学芸員として働いておりまして、そちらの方を、きっかけにこの世界に足を踏み入れました。軽い気持ちで入ったものの、その沼はかなり深く、今ではどっぷりハマってしまっております。で、ANC アーチアールブリュットネットワークセンターを辞めた後もやっぱりどうしても関わっていきたいということで、私一人で、勝手にアート活動を始めることとなりました。それがアートラボブループラスでございます。私は実は教員として、普通の美術の授業をしております。教員でもあります。なので、私が勝手にこう始めたものに対して、子どもたち親御さんたちがかなり協力していただけてるっていうのを今回、お伝えできればなと思っております。ではもういいですかね。そうですね、パワーポイントで用意しておきましたので、ちょっとご覧ください。これ映ってますか。はい、はい、どうすればアートができる講座、アートラボブループラス編、パチ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 。では、まず私たちの活動として少しだけご紹介します。青色、ブループラスの意味なんですけれども、青色は自閉症啓発活動の色になっております。で、まあ、プラスというのが、まあ、あとはさまざまな人たちと一緒に活動ができたらいいなという意味でつけました。2019年、ちょうど令和が始まった月からスタートしました。いいきっかけだなと思って始めてみました。すごい最近なんですね。最近なんです。だ3年目ですね。3年が終わろうとしております。
で、私が中心になり、学校相談員や臨床心理士、特別支援学校の先生たちが集まって有志でもう完全にボランティアで、行っております。絵を教える場所ではなくて、みんなが好きなことができる、そういう場所を提供したいということで始めました。まあ絵を描いたり絵をなんですけど、制作いろいろするんですが、お母さんたちの情報交換の場っていうのもすごく大きな意味があると思っています、うん、で、どこかで聞いた話なんですけど、教育、美術、療育、この3つの柱があるといいよっていう話をどこかで聞いたので、まずはこの3つを攻めようと思って、まあ、私が美術の方を担当し、教育の方でいろんな先生方、相談員の先生方などを巻き込み、そして療育として臨床心理士さんも一緒にこう活動を始めました。で、風景としてはこんな感じですね。もう本当にいつ来てもいい、いつ帰ってもいい、予約もいらない、なんだったら手ぶらでもいい。で、参加費500円だけ今いただいております。で、今回アートラボに参加してくださっている方のこうパターンをちょっと私なりに考えてみました、8パターン、ありまして、きっと希望の園さんではもっとたくさんのパターンがあるとは思うんですが、今の私たちのグループの中でのパターンをちょっとだけご紹介していきたいと思います。1番、すでに作家もう私と出会う前からすでに作家だったっていう方たちですね。こだわりがはっきりしていて、で、家で作り始めるものもやっぱりお父さんお母さん方はちょっと躊躇して、これ大丈夫なのか、こんなことして大丈夫なのかみたいな、親が迷いながらも付き合っていく。で、表現物がもう山のように出てくると。で、そういうところで、面白いこだわりの表現が出てくるわけですね。で、私たちの活動は月に1回だけですので、アートラボのでみんなに自慢をして、みんなから褒められると、そうすると生活がなんと落ち着いてくると、そういうお母さん方の声がよく聞かれます。もうこの彼らはもう、まあ、ほかっとけミスなので、こちらが配慮するべきこととしては、まあ、お母さん方の心配の方で臨床心理士さんをつなげたりとか、ただ心から関心感動してそれを本当に丁寧には伝えています。中途半端に茶化すとやっぱ彼らは怒るんですね。私は本当に彼らの作品は本当にすごいなって心から思ってると彼らにも伝わるんですよね。あ、愛先生だったらこれ喜んでくれるんじゃないかって言って一生懸命作り始めます。で、私も良かれと思って次こうした方がいいんじゃないか、これ黒いところに書いたらどうだって言うんだけれども、大概言うこと聞いてくれません。やっぱりもう彼らなりのルールがあり、彼らがやるもうビジョンがはっきりしているので、私の言うことは聞きませんね。こういうのがパターン1です。パターン2、脳あるタカは爪を隠しすぎの場合、こちらは私が言わないと書いてくれないっていう子もいます。なんで分かったかっていうと、実はこれ教え子で、私の教え子なんですが、黒木をさせた時にもう一人だけ何ちゅう絵を描くんだって言って私がちょっと目をつけちゃったわけです。で、じゃあ彼、こんな絵が描ける彼はどうしたらいいの、どういう環境でどういう動物飼わせたらもっと良くなるんだろうかって言ってこう研究をしていって、で、まあそれを作品の公募展に出したりとか、そういうことをするうちに彼の生活がすごく落ち着きましたね。最初はやっぱり自信がなくて、なんでみんなができることは俺はできないんだって言ってちょっと自傷に走ることもあったんですが、絵と関わるようになってからすごく落ち着きました。これは彼のいいところというかいい効果があったなと思います。で、こちらが配慮するべきこととしては、まあ先ほどと同じように関心感動して、いやでも確かに本当にすごいので、私はもう毎回すげえなすげえなって言ってるんですけれども、で、毎回一回必ず絵を描いてほしいということを伝えてます。せっかく来たので絵を描いていこうって。ほかっとくとずっと工作をしてるんですね。
廃材を使った工作をずっとやってます。まあ、それもいいんですが、やっぱ彼には絵を描いてほしいなっていうところがありまして、ルールとしても決めています。まあ、制作もそうですけど、まずは私とちょっとつながっていきたいっていうところで、お願いをして来てもらっているって感じです。私は次3番目、中二病の場合ですね。彼まさに中学校2年生の、まあ、これも教え子なんですけれども、まあ、どうしても制作がしたいということで来ていただきました。学校内ではちょっとやっぱり問題があるというか手のかかる子であるんですが、このアートラボの活動に参加するともうずっとやってて、しかも、まあ、それを見て他の子が影響を受けてそれがどんどん広がっていく、かなりいい存在ですね。彼はいい波動を送ってくれてます。で、彼の作品が売れたりとかもしてますので、彼も自信になってるかなと思います。で、配慮すべきこととしては、まあ、関心感動はお伝えしているんですが、何かあった時の相談役、ちょっと家庭がごだごだしてたりもするので、そういう時にさっとサポートができる体制を整えてます。で、彼と一緒に画材の研究をしたりもしてます。まあ、楽しいです。これはそのまま楽しいですね。4番目、シックスセンスの場合、これちょっと特殊なんですけれども、私たちに見えないものが見えてしまう子、よくわかんないですけど、見えてしまうものを描いてる、ただ描いてるっていう子で、もうご飯を食べることと同じレベルで絵を描いている男の子がいます。で、彼は、まあ、豊田市民美術展で、賞を取ったのもありまして、そのきっかけでもっともっと絵にはまっていっています。で、次かな、豊田高専の寮のお風呂のデザインも任されたということで、どんなお風呂になるのか、絶対落ち着かないお風呂になるよねみたいな、そんな気もしますが、で、こちらとしては彼はもうひたすら見守る、もうそれしかないかなと思います。勝手に、自分で画材も工夫しますし、何でも自分からやっていくので、もうただただこちらが見守らせていただくって感じですね。5番目、極端な人見知りで遠慮がち、もうこの子も本当に私はいいですみたいな子なんですが、絵がとっても上手だったので、巻き込みました。で、彼女の必要なこととしては、やっぱり人との交流が必要なので、まあ、絵描かなくていいからおいでと、とにかく一緒にやろうということで、スタッフになってくれということで、先月からもうスタッフとして、来てくれるようになりました。社会に出る一歩として、コミュニケーション能力を高めるために、そういうふうな道筋を作りました。なので、こちらからは助かるよって、ありがとうねっていう声掛けをずっとしてますね。もう制作はしてもしなくてもこの子はいいかなと思ってます。次、逆に極端に構ってちゃうの場合、さっきの子はもう私はいいですいいですっていう子の反対で、見て見て先生、これできない、できない、見て見て、ずっと喋ってますね。まあ、そういう子はとにかく、あ、いいねいいね、かわいいね、素敵だねって言って、ハートマークを最後につけるぐらいの勢いで全部褒めたたえ、そうするとなんかずっと落ち着いてくるんですね。そうすると、あ、私褒められた、よかったって言って安心してまた制作につなげることができているという子ですね。で、ここからちょっと真面目になるんですが、本人じゃなくてご両親の方にちょっと特徴のある場合が7番目ですね。お母さんは心配性の場合、昔お父さんは心配性って漫画ありましたね。あ、知らないですか、ごめんなさい。子どもの意見を聞かずに私たちの活動の方に来ていただいて、で、ここに来たらアートの才能が開花しますよねみたいなことを期待されてくるんですが、いやいや待ってくださいと、子どもはどんな感じですかって言うと、別に興味はないと。でもお母さんとしてはやらせたい、賞が取らせたい、自信をつけさせたいというパターンもちょいちょいやっぱあります。で、こちらが配慮すべきこととしては、まずはお母さんとその子
まあ共依存なのかなっていうことを考えつつ、臨床心理士さんを挟む、でお母さんとお母さんの話をしっかり聞く、受け止める、その上でお母さんと子供を話してからの政策になるかなと思います。お母さんがやりたいだけじゃん、そんな人ダメだよってうちは言いません。誰でもとにかく受け入れようと思ってます。それがインクルージョンですよね。そういう方もちゃんとお話を聞いた上でみんなで何かができればなと思うので、そういう方も OK です。で8番目、世間体や最優先、この場合は非常に多いです。うちの子はそんな子じゃないとか、こう障害がある可能性を全くこう受け入れようとしないというお母さんはおります。だけどうちに来るんですね。だけど何か不安なんでしょうね。わらをもすがる思いでアートラボに来るんですが、参加はするがお名前は出さないでほしい、顔も出さないでほしい、そういう方がいらっしゃいます。なのでもっともっとお母さんや私やスタッフさんとお母さんがこう交流をして話をたくさんしていく中で、お母さんの意識変革をしていった方がいいのかなと思っております。まだまだ実はなんだろう、うまくいってないので、これからの課題もあるんですけど、これもまた困った時の臨床心理士さんということで、臨床心理士さんに丸投げするパターンもあります。やっぱりその立場で助け合いたいというところで、ちょっと困難な場所、場合は臨床心理士さんにお願いということが多いです。はい、でこういう、まあ、うちは8パターンがあったんですが、きっとね、村林さんのところももっともっとたくさんあると思います。その子その子にあった何か支援、なんだろうな、アドバイスの仕方、寄り添い方っていうのがあるので、そこはすごく大事にはしております。で、アートを作るアートができの出来方に関してはなかなか難しいんですが、こう興味があるこちら側がいかに面白がれるかっていうのは、これが一番大事なところかなと思います。なんだこれ誰でも作れるじゃねえかって思うんじゃなくて、何それ、それでありなの、それありなのみたいな風に楽しめるっていうのが一番大事かなと思っております。で、この講座の話をいただいてから私も考えて、どうやってやったら面白いのかな、面白がってるのかな私と思って、ちょっとまとめてみました。一般的に美術作品、アカデミックな芸術作品とかの基準っていうのは、やっぱりその美術の歴史があって、その中での立ち位置、どのような価値があるのかっていうのがすごい重要視されていて、その作品だけで価値を決めていくんですよね。その作者がどんな生き方をしているかではなくて、その作品で評価をする。そして美術コレクションになるには耐久性も必要、紙っぺらに描いたものなんてちょっとコレクションにはできませんよとなるわけです。だけども、じゃあ彼らが生み出す作品は、じゃあ芸術作品じゃないのかって言ったら、そうではないと私は思っていて、で既存のその美術の評価っていう枠ではなく、全然枠ではないところ、だからこそ面白がれるところをちょっと伝えていきたいなと思います。で今写真にもちょっとつけといたんですけど、三好市の大山寮っていうところがありまして、その中西さんっていう男性なんですが、中西さんはですね、入所の方で自分の部屋があるんです。自分の部屋で、まあ、一日中ベッドの上でテレビを見られているんですが、時々散歩に行くと外に出られて石をポケットに入れて自分の部屋に持って帰ります。そして自分の部屋の窓枠にその石使って、テレビで見たマークやロゴやフォントをそのまま
傷としてこうやって書いていく、刻んでいくんですね。でこれが何層も何層も重なって光り輝いてこう面白いビジュアルになっていくんです。でこれを私実は見学した時に見た時に衝撃を受けて、何このかっこいい窓枠って思ったら、実は彼の石で引っかいた跡だったんですね。で実は支援者さん、そのスタッフさんにとってはこれは実は迷惑な行為だったと、問題行動だった。でもこうやってその私に言われたことで、これ表現ですよ、これ面白いですよって言われた時途端に、あこれ何 彼の作品なのね、あなるほどねって言って、スタッフさんが彼への対応の仕方がちょっと変わってきたということがありました。でちょうど泰山寮さんの古い施設を取り壊す時に私が伺ったものなので、この窓枠を全部保存させていただきました。これを取っといてくださいって言ったものを、木のフレームをつけて、作品としていろんなところに出品をしました。そうするとまた賞を取ったりもしたんですけど、その賞を取った作品になったっていうのは彼にとってはどうでもいいことで、全然多分分かってもないと思います。でその文字も実は文字っていうものも意味を分かってないそうです。ただただテレビに映っている文字、マーク、ロゴ、そういうものが記憶に残ってそれを書いているだけだって。で施設としては、傷つけられるのもいかんのでって言って、新しい施設では彼用の黒板を用意して、で黒板にこうチョークでね書くようになったっていうのが新しい作品になっております。ただやっぱり私としては窓枠に直接こうガラスにこうクククク書いてったのは綺麗だなと思いましたね。で彼も悪いことをしてるってちょっと自覚があるんですよね。スタッフさんが行くと石をパッとねこう投げたりして、もう俺何もやってないしみたいな、そういう知らんぷりするとか、なんか可愛いなと思います。なんかそういった問題行動が実はその彼の表現だったりとかっていうことが分かると、支援者が180度また寄り添い方が変わると、視点が変わるっていうのはすごく身近に感じた衝撃的なことでした。なので普通に見たら傷つけやがってこの野郎と思うかもしれないけど、あこれ面白いって思った時に違う世界が広がるんじゃないかなと思います。でもう一個最近思っているのが、芸術に親しんでいる人の傾向と、知的に障害のある表現者たちの傾向って実はすごい似通っていて、こんなちょっと羅列してみたので見てください。芸術に親しんでいる人の傾向と、自分に正直であって、嘘がつけない、顔に全部出ちゃったりとか、でお金よりも自分のやりたいことを優先しちゃったり、新しい表現を追求して、で自分の中の答えを常に探していて、いかにしてはみ出そうか、なんかちょっと面白いことやってみようかなっていうのを常に考えてたり、なので人と比べないことがあり、で世間一般のズレを楽しめる人が結構多いかなと私は思っていて、じゃあ知的に障害にある表現者たちっていうのはどうだろうっていう、自分のこだわりが最優先ですよね。やりたいことしかねやれないですよね。で新しいとか古いとか関係ない、もうブームとか関係ない、で自分の中に確固たるルールや基準っていうのがありますね。彼もそうでしたね、拾った石でこう書くんだっていう確固たる何かがあるんですよ。で極端に突き抜けた才能っていうのはもう予測不可能ですね。私たちの想像をはるかに超えたところで面白いことやってくれる。だから人と比べることにそもそも興味がない。で一般、世間一般とぼちぼちずれてますね。と思うと、芸術に親しんでる人の傾向っていうのは、彼らの方がなんか憧れるっていうか、こう
まあ、私は特にそうなんですけど、羨ましいって思っちゃうんですよね。自分の中の答えを私はずっと探しているんですが、彼らはもう確固たる何か答えを持っている気がするんです。でも彼らの作品を見るとものすごい気持ちがいいし、うわやられたと思うし、その辺がね、あの憧れの存在としても本当にあります。なのでアートが好きな人は知的に障害のある人たち、あの気持ちに寄り添える人が多いじゃないかなって思ってます。なのでぜひ福祉の方にアートが好きな人をどんどん流れてきてほしいなって思ってます。アートに親しむ人が増えると正しさや効率よりも楽しさや面白さを求めて心にゆとりができるんじゃないかなと。そうなると価値の多様化、障害のある人への理解が進んで誰もが暮らしやすい社会の実現につながるんじゃないかなって私は思っています。こんな感じで、まあ、アートラボから面白がり方からお話しさせていただきました。いかがでしょうか。こんな感じでいきたいですが、希望の園さんもいろんなパターンやそのアート系の人がこう入ってきたりとかで、ね、そういう話をちょっと聞いてみたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、素晴らしいお話でしたね。もうきちっと原稿を返していただいて、まとめていただいてですね、もうこれで終わってもいいんじゃないかと思ってるんですけども本当にね、まだ資料として使わせてください、これは。ありがとうございます。本当にありがとうございます。質問もいろいろありまして、はい、現在はその教育、療育、アートということで、はいはい、まず、愛先生、今でも先生、はい、今でも、はい、今でも、うん、中学校で、うん、授業しております。あ、非常勤で。非常勤です。はい。担任は持ちません。なるほど。非常勤の先生をされていると、はい。で、このアートラボは、の活動っていうのは、はい、月に1回。あ、月1回。はい、もう、私もそんなに体力がなくなってまいりましたので、月に1回がいいな。無理のない範囲で長く続けたい、長くつながっていたいっていうところを優先して、誰も無理しない定期的な感じで、ただまあ月1回かなって言って、確かにもっとやってくれっていう声はあるんですけど、そうですね、500円ですよ、ギリギリです1回参加500円ね、はい、で画材も使いたい放題ですし、うん、もしこだわりのある画材がありましたらもちろん持ってきても構いませんし、うん、月1回って例えば何曜日の何ですか。もうね、最終日曜日って決めてます。その月の最後の日曜日の午後1時から、5時まで。5時まで、はい、もう予約なし4時間だいたい、はい、そうですね、そのスペース、はい、やるわけですか。いつ来てもいいですし、予約もいりません。1回500円で結構人集まってきてくれますね。すごい増えました。本当に増えましたね。需要あるなって思って、やっぱりお母さん方がやっぱり悩まれてる方が多いっていうのがあって、ただやっぱりコロナ禍もあってどうぞどうぞって言えなかったんですよ。ウェルカムしたいんですけど、いやもう本当に今のメンバーさんを第一に考えるとすいませんって断るしかないっていう状況です今。すごいですね、うん、これ全部こう最初から知ってた先生が。いや違うんですよ、最初は本当にスタート時はもう本当知り合いの子を呼んでぐらいに 3,4 人だったんです、うん、それがまあ、噂を読んでこう面白い子たちが集まってくるんですよね、これ、うん、でうちの友達にこんなこだわりのある面白い子がいるよって言って、またその子がいやいや、この子の方が面白いしって言って連れてくるっていう、うん、ただ、まあ学校関係者でもあるので隣の学校から、あこういう子ちょっと悩んでくる子がいるから愛先生とこも連れてっていいって言って来てくださる子もいます、うん、いろんな
パターンがありますが、もう先生方っていうのは最初から3人で来てて、はい、もうあのこれをやろうって、はい、これやるから手伝ってくれって言って頼んで巻き込みました、うん、でもあの本当臨床心理士さんに関しては、うん、本当に偶然に出会うことができた方で、うん、かなりこう理解していただいて賛同いただいて、あの月に 2,3 回、うん、あのちゃんとお支払いして市から補助金をいただいて、うん、彼女にお支払いしてあのお母さん方の相談を受けていただいてます、うん、その相談教育担当の、はい、教育担当というか、まあ、この相談員特殊の先生、はい、この方もまあプロというか、はい、プロですね、まあ、そうなんです、プロなんだけども、うん、あのボランティアで無償で、であの特別支援の先生がいるっていうことで、うん、やっぱりお母さん方も聞きたいことがたくさんあるわけですよ、うん、あの特別支援に行った方がいいのか通常学級で頑張れるのか、うん、ちょっと見ていただきたいとか、うんうん、そういう相談もしてます。なるほど、はい、すごい、月500、月1回、はい、なんですけども非常にこう幅広く深くやられてますね。で、まあ、何かな、アーティスト育成、いわゆる保守的な意味でそのアーティスト育成であるとか、まあ、そういうことではなくてもっと 幅広くアートを捉えて、そうですね、この生活としてアートを、そうです、子どもの成長がまずは一対一というか、うん、あの安心して生活していけるようにするツールとしての美術というか、うんうん、なので作品としてはやっぱ副産物かなと思ってます、うん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 、第一はお母さん、あのお子さんが安心して学校生活を送れるためにのきっかけになんかなればっていうところですね、うんうん、なのであの希望の園さんみたいなもうはっきりした作品というものはなかなか出てこなくて、もう本当にあのゴミで作った鉄砲とかあのそういうものを楽しんでいます。今あのその生徒さんは何歳から何歳ですか？ですね、ちっちゃい子だと4歳5歳くらいの子から、うん、上はもう20歳過ぎの子までいます。おお、なるほど、はい、で、まあ、中学生以上になるともうお母さんついてこないですね、うん、まあ、基本来たい人は来れるよっていう、そうですそうですそうです、ね、もう本当はあの 40、50歳の人でももうぜひ来ていただきたいんですが、まあ、私の立場上、子どもの数の方が多いってなっちゃってますね、うんうん、なるほど。でもお子さんが小さい場合はお母さんも必ず付き添いをしていただいてます、まあ、この、この4時間か、はい、でやっぱりこの保護者の方々の役割っていうか、はい、その動き方っていうのはどんな感じですか？それはですね、ほぼあのお母さん同士の、まあ、情報交換もありますけども、うん、もうあの気がついたら床を拭いてくれてるとか、うん、あの掃除してくれてるとか、あの道具を準備してくれてる、うん、本当に一スタッフみたいな感じで動いていただいてて、うん、皆さん本当にありがたいです。あのお客さんで座ってるっていう人はあまりいませんね。やっぱり何かしら他のお子さんも自分の子供も一緒、あの楽しいね、これいいねってみんなで言い合ってるような空間です。でその中にまあ先生がいたり相談員さんがいたり臨床心理士さんがいたり、でも本当ぐちゃぐちゃですね。なので低型発達の子もちょいちょいいます。で低型発達の子が、彼らの作品で、すげえすげえ師匠だ師匠だって言ってあの真似し始めたりとか、そういう光景見るとめちゃくちゃ嬉しいですね。もうあの表現の中ではそんなこと関係ねえじゃんみたいな、そういう雰囲気がすごくあります。いい場所だなとは思ってますけれども、あの保護者の人たちも、はい、こう、まあ、その子供の横にいるじゃないですか、はいはい、でなんていうかこう例えばさ、もっとちゃんと丸書きなさいよとかさ、います。だからあのさっき言った子どものパターン7、8のちょっとあのお母さん心配性っていうパターンもいますが、うん、だんだん感じず重ねていくとだいぶ手離れてきますね。まあ私もちょっと言ったりして、お母さんうるさいって言って、うん、いいのほかっといてもういいからって言うと、だんだんお母さんもあ
そうなの、あ、そうなのって言って、だいぶ気づかれて、距離を置き始めて、もう子供が、まあ、本当はお母さんは別の部屋がいいんですけど、うん、そういう人は。だけど、まあ、だいぶこう、間を取れるようになってきたのかなと思います。やっぱ入りたては、心配で心配で、うん、ちょっとこんな黒ばっかり使ってちゃダメじゃないみたいな人もいらっしゃいました。はい、非常に勘違いして、ここに来れば健常者になれるんじゃないかそうですね、そうですね、はあ、なんかやっぱりでもそれだけ追い詰められているのかなっていうのもこちらで感じ取って、ちょっと私では難しいかなっていう人はもう本当相談員さんお願い、臨床心理士さんお願いって言って、本当にいろんな方で見ていくっていうのがまあ大事かなと。私一人じゃようやりません、こんなの、うん、本当にみんなの手があってっていう感じです。で、まあ、その子がその子なりに成長できて、はい、その子なりに幸せに生活していけるような場であったり、はい、感性とか、まあ、いわゆる力みたいなものを養いたいっていうことね。コミュニケーションタイプですね、うん、やっぱりこうみんながいるから話をせざるを得ないとか、みんな話しかけてくるし、自分とやっぱり交流しないといけなくなるような状況が多いので、そこでやっぱり対人関係を学んでいくというか、それもすごく大事だなと思います。でもお母さんですっごい変わった人いましたね。最初来た時本当に目が死んじゃってて、もうダメですみたいな感じだったんですけど、もう2年ぐらい来始めたらお母さんにやっぱ元気が、で自信を持って子育てしてる感じに見えるようになってきました。お母さん同士も相談し合えたりとかも、もうそれが多いですね、はい、うちの子こうでこうで、うちもそうよみたいな、それがこう言い合えるだけで、うん、お母さんたちはちょっと安心する。いいですね、はい、お互い迷惑かけられる感じ、ね、そうなんですよ、うん、もうお互い様よねみたいな、ね、うん、うちもそうよみたいな、それだけでいいんですよ。大事だなと思います。ただまあちょっと500円じゃどうにもこうにも私の持ち出しがちょっと多くなってきて、仕事にはなんなんないし、そうそうそう、ライフワークみたいな感じですね。そうですね、ちょっとね、値上げしようかなとも思ってます、はい、回数増やして値上げして、回数増やしますか月1回だとさ、ちょっと忘れちゃう、先週のこの前何だったっけ、忘れた頃に月末が来ると、うん、あ、そうだった、もうそろそろ、うん、もうそろそろだって思って、特に生徒さん増えてくるとね、うん、だからもうパンパンだから、そう、じゃあ前後でね、こう前半後半で分けようかとかいろいろ考えたんです。めんどくさいはい次この人ね、はい次この人ねって言って、いや私そんなことできねえなと思って、今7になってってます。だから本当はこれをちょっと行政の手でね、何かこうフォローがしていただけたら嬉しいなとか、あと遠くから通ってきてくださる子がいて、名古屋からとか安城からとか来てくださるんです。じゃあ安城でこういう活動があったらそっちに行けるわけじゃないですか、名古屋でもそういう活動があったら行けるじゃないですか。なので本当に各行政地区でこういう場所を作っていただきたいっていうのが私の心からの訴えでございます。でそこでね、独り占めしようと思わない、知らないことは、もう本当に皆さんで楽しめるこの空間、これだって美術の非常勤講師なんて結構いるでしょ、いないですかまあね、本当に画材パッと用意していいよ好きにやっていいよっていう空間さえあれば、なんか本当に規模は小さくていいんですよ。 3,4 人でちょっと始めてみたって言って、じゃあその子がね、またお友達を呼びって言ってちょっとずつ大きくなっていったら、じゃあ公民館借りてみようかとか、ね、芸術文化センターでやろうかとか、そういう感じでいろんなところで立ち上げていただけたら嬉しいなと思ってます、うん、本当に、うん、愛先生はあれですか、芸大美大を出られて、はいはい、でも本当に自分の絵を描けば描くほど嫌になります、
なんかもう下心しかないような絵しか描けなくて、やっぱ彼らの絵見ちゃうと描けなくなりました。もう描きたくないです。あ、そうですか。で、例えばその美大とかってさ、はい、教えてもらうことってあるじゃないですか。ありますね。で、自分がまあアーティストとしていろいろ制作をするというようなこう段階があって、今の活動とつながっている、はい、やっぱ線でやっぱつながっています。それはやっぱ自分がアカデミックな教育を受けてきたからこそ、彼らの描く線とか下書きなしで一発で描いちゃう感性とか、なんだろう、もうどうしようもなく反応しちゃうんですよね。だから多分あのうちの妹とか全く関係ない太鼓の先生なんですけど、彼女が見ればこんなん誰だって描けるじゃんって言うんですよ。違うんだってっていうのがやっぱり分かる。あの、これがいいんだよ、こういうのが素晴らしいんだよっていうのを一生懸命あの妹にも言うんですけど、へーって言いながら、だからなんていう、まあ芸大でそれしか学んでこなかったって言ったらいかいけないんですけど、やっぱり一通りのいろんな作家を見てきて、いろんな自分も道具を使ってきて分かることっていうのがやっぱりありますよね。それを持って彼らの絵を接した時に分かることっていうのもやっぱり多いなっていうのも。なるほど。で、例えば、で教師をされてるじゃないですか、はいはい、で一般の学校でもやっぱりそれ当然ある種スタイルを変えてされてると思うんですけども、はい、うん、どういうことですか。 今の勤務校ですか。そう勤務校な、そうなんですよね。勤務校はやっぱり美術の授業っていうところで、うん、ものすごい葛藤はあります、うん、成績をつけなきゃいけないっていうところはかなり大きなハードルで、成績をつけることでみんな嫌いになっていくんですよね。俺の表現はじゃあなんだ、ダメなのか、もう美術なんて嫌いだ、そういうことになっちゃうわけです。だからものすごい嫌ですね、あの成績つけるの。授業は楽しいです、みんなでじゃあ今度これやろう、あれやろう、これ楽しいね、あの木を掘るって面白いよねって言いながら、そういう時間は最高に楽しいんですが、じゃあそれに成績をつけなさいって言った時にうーっと思いますね、本当に。だからアートラボの方が本当にこう心から楽しめて喜びはあります。でもね、美術教育っていうのもあるから、そこはもう本当に割り切れないとやっていけないなと思ってます。これはもう私がどうのこうのここで今叫んだところで何も変わりませんもんね、うん、だから行政でこれをやるとすると、はい、どうなんだろうな。例えば教育委員会ないしはまあ福祉課、うん、そのあたりだから押し付け合いなんですよね、うん、なんか愛知県とかだったらやれそうな気がするんだけどね。やれそうですよね、うん、愛知県はね、うん、やれるんじゃないかな、うん、だからなんかこう展覧会 やるって終わりじゃないなって思うんです、うん、もうそういう時代じゃなくて、やっぱり人との関わり方、長いスパンで人が集まれて、なんですかね、定期的になんかこうつながれる場所を作ることが今大事なのかなとは思います。ありがとうございました。いや、素晴らしい活動ですね。いや、キモノソノさんの方の、まあ、メンバーさんの、まあ、パターンとかちょっと今度教えていただけますか。はい、じゃあそれではうちのアーティストさんとか描き方をですね、ちょっと、はい、これのりみちさんという方なんですけども、三上さん、来ます。この方、2時半
ずっとクレヨンとかをぐる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 されるだけなんですけども、高3ぐらいかな、ぐらいから僕のアトリエに、アトリエヒューマンエレメントっていうのを毎週土曜日やってるんですけども、そこに来てくれてて、書いてくれてるんですけど、ただクレヨンをぐるぐる鼻歌を歌いながら回して、一人ごと言いながら回して、ちょっとアクリル使ったりとか、ガリガリ削ったりとかする表現なんですけど、もう過ぎちゃった。本間麻衣さん、この方はあの左利きで、あの脳性麻痺の方なんですけれども、左腕でまっすぐ引けない線を生かして描く方 で鳥が大好きで、自分が鳥になって飛んでるように描く、飛んでる気持ちで描く感じの人。あのキャップは意味があるんですか？あれもちょっと汚れてしまう、かわいらしい、ね、ちょっと、まあ、油絵の具使って、この人はで、まあ、あの、まあ、のりみさんにしてもこの人にしても、まあまあ、全体的に、まあ、アドバイスっていうのがあるんですよ、はい、でこうなって、分かりやすくこの方は三重県展でね、賞を取られたりとか、ニューヨークアウトライダーと文化センター、表参道のギャラリーで12月1日やって、で藤原慎也さんとかね、作品出してくれたりしてるんですよ。プレッシャー誰だってんの、よくあのこれアルブルトのアーティストさんとか知的障害の方とか人種の方は、ね、なんか脳性麻痺とか思った通りな線じゃない、その線の美しさというか、そうそうそう、意図しないこの揺れとかが美しいと感じてしまいますね。はい、この方スーパースターですね、岡部さん。この仕事をですね、小学校の時からやってるんですけど、小学校で一回ね、こればっかりやってるんでお母さんが止められたらしいんですよ。それで僕のアトリエに来て続けさせてって、でそうするともうこの皆さんご存知だと思うんです、このコロイチ、これを作るためにあのこう画用紙塗って削ってやってるんですけど、もうこのコロイチ職人として彼はもうキャリアが20年くらいです。多分これからの彼の寿命は分かりませんけども、少なくとも80歳までですね、コロイチ職人として。かなりの。人生の中ほとんどの時間をコロイチ職人として生きるわけです。そう、これは年中ありますよね。かなりのプロですね。そうです。何でもやるわけじゃない。職人のこの、これはもう削りカスなんですけどもね、はい、色ついて、この削りカスに高値がついてね、削りカスに ね、そうですね、もう伊勢市とか賞くれたりとかするし、ヘナルボニーも商品にしたし、そうそう、ヘナルボニーさんがね、あのいっぱい商品にしてくれたり、最近お酒のね、ああ、うん、パッケージにしたり、手の上で飲んだりとか、福祉さんもね、千枚同士ですか、削る道具としては。うん、あのニードルですけどね、まあ、ステッカーになったりといろんな商品になってますね、この人。でもそのいらない削りカスもかっこいい。でで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 、はい、松下さん。でこの方もあの幼少の頃から僕のアトリエに来てくれてたんですけども、最初はねハガキサイズの絵で、はい、アンパンマンか、なんかちっちゃいね、小人みたいなキャラクターしか描かなかったんですよ。描きたいとか、そういう人やらなかったんですよね。で、高3の時に、お母さんが引率で来てくれてたんですけど、アトリエに。ぜひ希望の園さんでお世話になりたいなと思ってるんですって、そういう話をして、あ、そうなんですねっていう。話を聞いたのかしてないけども、そこから変わったの。ジェ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 急に何が起きた？ジェ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 
分かんない、なんか自分の中で、あ、この人に似てないなとかと思ったのかもしれないけど、うん、で、こういうのをどん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 描く、で、大きいのを描くようになって、で、今年はあのフランスのギャラリーで売ってますよ。規模が、はい、森友美さんと言ってます。これでいいんです。まあやりたい方だし、まあ、最近落ち着いてやってくれてますからね。はい、最初来た頃はですね、はい、あの走っていって大きい石を、ドブに何度も投げて作品ができましたぐらいの。先生。あまりまあ水はまくっていう。誘導きっかけでこうやって落ち着いて。あの、まあ、年齢的なものもあるでしょうし、前ね普通の外食に行ったんですけど、あの、まあ、解雇されたんですね。この方。ね、お宅しかありませんみたいな感じで。最後に2021年8月4日。で、でまあ、もう外でやらせたりとかね。やることはすごくて、うん、去年あのビニールテープのみで船みたいな作品作って、ダイバーシティジャーズで優勝しますって感じで、うん、でビニールテープとガムテープで自分のオリジナルバッグ作ってそれ持ってきたり、山の上ですよ。言葉になります。ポモさんっていつもおじいちゃんとね。ポモさんっていくよ。ポモさん。やっぱ出ないという感じで。想像も自由ってことですね。それは自由。もう一人一人違うので、画材は自分で持ってきてもらう。この人は、非常に虹であったりとか、ネオンであったりとか、そういう、いわゆる美しいものが大好きで、美しい気持ちになりたいので、ずっとこういう美しい世界を追求してるんですけど、そうなんです。普段はあの草抜きが大好きで、草抜きさせると、吸血鬼やな。一日でもされてるという。みんな吸血鬼やな。そうです。はぁ、ね、あとはコロナ禍が大好き。吸血鬼気になってしまう。コロナいつ終わるか。よいしょ。かなこかぁ。平和な世界が発生ですね。そういう方っていうのは非常にストレス溜まりますけれども、こういう美しい世界をね、実現しようとして、絵で作ってくれている。ダメダメ。見て素敵やな。素敵や。すごい綺麗じゃん。大スターでも川上が目緑やな。この方は、小学校 3,4 年で卒業証書をもらって、この頃まだあの中学免除っていう形で、それからずっと在宅で、で43歳の時に希望の時に来た。43歳、それからずっと家で、家で書いてたんですよ。で今あの BGM で、仮面ライダー V3 の曲が流れてますけど、これは川上さんが若い頃に買われたレコードで、このレコードにも全部ね、上に鉛筆で書いてあったりとかするんです。この顔で気に入らねえ、自分で書いたりとかされてるんですよ。うん、で、こういう若い頃買ったレコードを聴きながら、エネルギー全力噴射、うん、これ、仮面ライダーでも仮面ライダー書いてるわけないんですよね、うん、
この方がやってくれてたから今希望のものがあるというか頑張ろうと思って、みんなうち結構油やったら大きな作品作りますけど、まあ、この方が先駆者っていうか油絵始めたのは2000年からなんですよ。え、あ、そうなんですか。今もう68歳、68歳だけど出た大型新人前に一級さん。それ何？ロボット。ロボット。あ、これかっこいいな。ちょっとね、ついたこの前とか。もう一回塗るんです。この方はね、この方は5年ぐらい前に僕のアトリエに来たんですけども、高級サインペンでずっと作品作ってまして、紙ベースで。で、川上アートとかを見て、もうちょっと大きくなって上手になったら僕も油絵をやりたいっていうことで、でじゃあもうそろそろじゃあやろうかっていうことでね、で気持ちよく、なるほど、今ねアートデモクラシーで準グランプリ取ったりとか。素晴らしいですね、おめでとうございます。川上アートパラでね、ずっと去年は厚生労働大臣賞、今年も賞を取ったのが、合ってたこの人のスターですね、早川拓馬さん、電車とアイドルを描く人、この人も幼少から僕 のアトリエに来てくれてるんですけども、これすごいなと思ったのは、スキーに行った絵を描きますって言って、書いてあるんですけど、リフトをですね、上から見てる絵を描いたんですよ。これが僕の頭で、これがお母さんの頭です。これはすごいなと思ってね。で、まあ電車がずっと幼少から大好きで、まあ電車はずっと描いてる。で、女の子を描くようになって、で、アイドル描くようになって、で、普段はこう毛布とかもしてる。毛布とか、柔らかいものとか、髪の毛とか、優しい髪の毛とかが好きで、ついつい電車の中で触ってしまってですね、ブブーですね、呼び出されるとかあったりしますけども、でこうやってまあ分けて描いてたんですけども、まあ、一緒に合体、女の子の形で中が電車、手が電車でできてたりとか、そういうふうにこう電車と女の子をモチーフにイマジネーションでどんどん作っていく。最近は握手とかハイタッチにこだわりがありまして、特にコロナでなかなか握手できないということで、握手している絵を、さきさん今それ何を作ってますか？猫ちゃんです。猫ちゃん、名前が出てこない、このさきさんっていう、この人もね、ちっちゃい時から僕のアトリエに来て植えてた人なんですけども、オレンジで非常にいわゆる 上手な絵を描く人で、器用ですね、可愛い猫ちゃん、非常に器用でね、企業のキャラクター募集とかさ、そういうのあるじゃないですか、それで結構そう。中野さんどうですか？ちょっとそれっぽく見えた、いわゆる爪があります、一般の人が見て、可愛いっていうことができる、みたいなのを閉まりますね。なんか結構暖色やったから楽しそうですね。これ焼くとなると、これはワンコも作りてんだけど、まあ、ちっちゃい電気がまだなんか空洞ではなく、いいですね、なんかそれっぽく見えたかな、先生だれじゃ、この方はまあ色鉛筆、あ、自分の色鉛筆、先生かなこか、色鉛筆で動物が大好きなので動物を描きました。動物のことすごくよく知ってて、カバの汗が赤いとかね、血を流してるかと思ったら汗が
そういうのも表現するんですか。そうなんです。将来絵の飼育員みたいな。そうです。これ。これ途中の紙が何枚もありますけど、こう同時進行しますか。あの大きく全身と四つ切りとやったりとか、お家でもやってるので、ものすごい必殺ですね。うん、そうなんですよ。彼は去年のダイバーシティ・ジャーズでエドワーデン・コメント2090人の中の3位で、今年も入賞、今年は2点入賞してるんですけど、で彼は18歳、無限進学校卒業いいですね、すごく、はい、で彼は、ね、気持ちがいいです、気持ちいいです。ゲーム関係がすごくかっこいいので、実は一緒にバンドやってるんですよ、ダッキーアクションっていうね、ボーカルやってるんですよ、あのエネルギーを全員とかつける気持ちで入っております。多分全国でもコブラ、コブラです、キングコブラ、キングなんでね、やっぱり王たる不服格じゃないけど、これはね、なんかそういうものをエネルギーで出せればいいなって、モクターンやったら絶対に、だからモクターンしかモクターンで、この方の工芸を、今寝ちゃいましたけどね。結構陶芸やりながら、陶芸やりながら寝ちゃう。秋のパイの村シリーズです。神様みたいな、みたいなんです。はいはい。はい。どうぞ。こんな感じですね。全部神様なんですか。どうですか。こんな感じですね。可愛い。すごいこういい人、いいやつじゃない。で、そのいいやつが出てくれたら、この人もね、小学校の時から僕のアトリエに来てくれてるんですけども。うん、まあ、音楽でダンスするみたいに描く人なんですよね。アクションペインティングみたいな、うん、そうそうそう。で、これが髪が破ったりもするし、わお、パンク。で、それを破った後またくっつけたりとかして表現をする人なんです。前衛的ですね。うん、本当に、うん、その音聞いてダンスして、でまたやってとか、この方も、そうですね、この人も僕のアトリエの生徒ですけど、そうそう、綺麗、うん、普段はね、四つ切りでもやるんですけど、ちょっと大きい髪で、いいですね、チャレンジで。そう、でこの人はカタログめくること大好きで、すごい大好きなんですよ。ほんで描くことも好きなので、もうカタログに油絵をやってるんですけど、でカタログにも絵をもう塗らせろって、これダイバーシティでなんか紹介なんか入賞かなんかしましたけどね、山のようになってやつ、うん、そう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 。これペンですか、何ですか、クーピー、クーピーかな。毎日やってるんで、だんだん線が生きてきて、いいでしょ、印象派ですね、いい素敵、なんでしょ、こういうのなんかいいなと思っちゃう。時間を感じるからでしょうかね。
それとこれは重度な脳性麻痺の方で、まあ、全部体縛ってるんですけど、まあ、話すと勝手に動くので不随運動があるわけです。いいですか。でその不随運動があるのが僕なので、はい、僕を 100% 生かすのが僕の体を自由にしたいということで、うん、まあ、これはまあ勝手に動く手に反応してペットボトルに入れた絵の具が、まあ、陥って何かしらビジュアルがある。色変えますか。うん、はい、色変えシールを変えます。夏場になると大きなキャンバスに裸に色を塗って、うん、キャ普段はこういうの通ってるんですよ、文字盤で。89年頃から9号の時に、まあ、ちょっとずつちょっとずつずっと筆を加えて描いたりとか電動車椅子に筆つけて走り回ったりとかしながらいろいろ追求してる。でこの棒でシーケンサーのボタンを押して音を作ったりとかね、音楽みたいなのを作ったりもするしね。完全表現者ですね。そうですね、うん、ジャンクな表現を好む方で、これはスタッフが吸い殻、集めて、だからこう体があまり動かないので、さっきの鈴木さんもそうですけども、まあ、指示してプロデューサー型の表現とか、あと手が動かないところはスタッフがやったりして、これからはこういうのが出てくる。であったりとか、要するに手足になってあげて、はい、うん、とか、うん、まあ面白いこと考えてくれたらいいんですよね。吸い殻をどうにかしたいっていうのが彼の、そうじゃないですかね。あんだけ吸うんですね、スタッフがね。あいつですよ、今の時代何人吸うから。お寺に繋ぐとかに出しましたか。あ、そうなんですね。これ出したんですか。ボンドでね。あ、隣にあるぞ、ローみたいなの。何でしょうね、これは。あ、これはだからこの水飛びのあれで、ボンドの方も面白いですね。あ、そうそうです。汚い。汚いかね。面白いな。出た。まあこうしたなんか何を表現したいとかっていうわけでもないんですけど、はい、まあ、一緒に、まあ、スタッフの人一緒に楽しみたいとか、うん、もうすでに額縁なんですね、これ。そうですね、うん、面白いじゃないですか。どんどん好きなようにってね、やるだけなんですけどね。笛やなんかヘラとかは使わずにひたすら落とす。あの
例えば筆使うっていうのはっていうので、はい、あの持ったらこうやってやってくれますけど。もう一色ぐらい先生いっといてもらえます？うちは一応そのなんていうかな NPO で、はい、アートをやるっていうことがなったわけですけども、スタッフもなあの美大出てる人って僕と何だっけね、三上君が来て三上君デザインですし、そんな感じかな、こだわってやってるのだけなんですけども、だから面白いっていうかね、逆にできることがあって、で一緒にいろいろ考えてね、なんかやってるし、ね、ああでもね、それが大事ですね。そうそうそう、それを面白いくって、うん、それはね、あのただの美大出ただけではできないことなんですよ。だからそれやってほしいわけ。わかります。うん、もう一人じゃあアートラボに私みたいな人がいるかっていらないんですよ、うん、一人でいいんですよ、うん、あとは素人、うん、もしくは全然分野の違った方がいた方が面白い、うん、科学科の、うん、この方はね、音とかも大好きで、このバラバラバラっていう音が楽しんで、ヒロみたいですね、うん、それなりに、やれる方が出てくると思うんで、ずっと追求してたらね、でそういう時はまだちょっとその、美大関係とかですね、はいはい、そういうふうな、ちょっと詳しい人っていうのがあったりとか、例えばアメリカなんかだったらもうスタッフもプロですし、利用者もプロなんですね。だから一つのギャラリーを争う、はい、敵同士っていうかライバル関係なんです。面白い。そうそうそう。だからでもちゃんと教えるんですよ。うん、でそれは学ぶ権利もあるわけで。うん。切磋琢磨お互いです。そうそう、お互い切磋琢磨してっていう。ギャラリーの取り合いです。うん。のもこ将来的には、うん、まあ10年先かなんかそういうことだけど、そういうことも考えていかなきゃ。なとかね、いろいろ。あのさっきの一休君のお話でもありましたけど、うん、その油絵に移行する、うん、こう判断基準というか、今までその一休さんこうペンで書いてたのを、やっぱ本人の意思もあるかもしれないですけど、油絵描きたいって言った時に、うん、どうなんですか。じゃ一休さんの絵だったらあれいけるかなって村上さんが判断されるんですか。そうです、そうですこれ何かやっぱり油絵の方が生きる作品と、うん、そうじゃない時もありませんか。うん、でそうなんですよ。そうなんですけど、ちょっと先を見ると、うん、油絵で何かいいかもしれないんですけど、もっと先を見たりとか大きく出ようとすると、やっぱりペンとかより最初扱いにくかったと思うんですよ、うん、ちょっと扱いにくさが面白いっていうか、どっち行こうか、はいはい、うん、で今までそのペンの作品見てるから、多少は普通に考えると不安になるわけですよ、はい、これあまりにもちょっと、うん、でもそこからまあ、やり慣れてくると面白さが出てくるっていうか、そのペンでは出せなかった面白さであったりとか、
やっぱりこう、やってること、油絵っていうのがすごく大きなステージなんです、うん、なんていうんだろう、ステージアップの、うん、というか、なんかやっぱハードルが高いんですよ。うん、なんかあの私たちのメンバーの中にも、ああ油絵やってみたいですっていう人もいるんですけど、うん、匂いと管理と、うん、でかさと、うん、って考えるとなかなかやっぱり進めなくて、うん、こういう人は油絵いいかもっていうなんかこう、うん、判断基準があれば、え、まあそれはあの例えば川上画伯なんかはもう、はいはいはい、アクリルであろうが水彩であろうがさ、もうピシャ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 ゲだから笑いながらやってるわけですから、はみ出してくるし、はいはい、だからそうなると大きいもので、うん、油絵のあのタブロの厚い方が彼の持ってるものが出るから、うん、で何回長時間やれるし、うん、っていうので油絵始めてる。でそれを見ててなんか思う。楽しそうにやってるなとかね、うんうん、あんな駅つけてだから本格的だなみたいな、かっこいいちょっとあのって憧れて、うん、周りの方もちょっとやってみようかなとか、うんうんうん、はあ、うん、なかなかやっぱり、うん、だから池君の作品でも、はい、一番最初に描いたやつはあのもう売らないっていうか、うん、油絵デビュー作品としてあのそれ基準にしないと、はい、あ分かんなくなっちゃうので、ああ、うん、そういうこと、うん、売らないでちょっと誰も言ってないですよ、はいはいはい、今初めて言いましたけどあそうなのみたいな、これどうですかって言わないのコレクターとかの人に言わない、うん、彼の、まあ、スタートの絵っていうのをちゃんと置いといて、置いといて、うん、そこからの比較だったりするわけですね、うんうん、あとさこっちが、うん、あのそのペンのやつ比較してうーんと思ってもさ、もう周りがどう見るか分かんないから、うん、その違和感が面白かったりとか、うん、いわゆる公募展アートの公募展に出す人ってさ、かけて当たり前じゃないですか、できて当たり前なんで、うんうん、逆にできないですから、勝っちゃったりとか。しますし。そうでしょ、はい、普通に、書いても、それは追求できてないじゃん。そう追求中途半端、はい。そんなことよりも自分の線しか来ませんってやつの方が、強いんですよ。上行ってるんですよ。はい、うん、だそれできる人ばっかりだから、そうなんです。本当は楽なんですよ。なんていうか、私は特に思うんですけど、こう養殖ものなんです、うん、天然素材じゃないですか、そうですやっぱりね、羨ましいです、なんか天然しか出せない味、あ、そうですか、うん、僕は割とだからじゃこういう自分をでもやりたいし、うん、こうヨーロッパとかアメリカのアートを見るとさ、ほんとこれやってないじゃん全然で何がどう違うんだと、そう、で俺が普段読んでる例えば哲学の本でやったりとかあのアートの本であったりとか、美大で今やってること全然違うじゃん。そうで、なんで正当化されないのかなとか考えたときに、で自分をこう正当化するこう社会、理想の社会であったりとか、理想の世界をイメージするじゃない。うん、で彼らも一緒なんですよ、だから。だから、仲間としてやれるっていうかね。うんうん、そういうのは。そんなボコボコ時代があった、ボコボコばっかですよ、知らなかったですわ、うん、でこれは日本にいるからダメなんだと思って、うん、でドイツ行ったけどドイツのダメだよ、ボイスに、あ、そう、お前は弟子になってしまって、あ、暴れたんですか、え、いや、ボイスはもう死んでたから、だからボイスはあの全ての人は芸術家であるってことなんで、これどういう意味で言ってるんだと思ってね、その僕の先生みたいな人がそのボイスにインタビューして、その人から名前してこれだよって教えてもらって、うん、その先生とホイスさんが知らなかったら、はい、ここはないないですね、なくて、うん、私はまだりくらり本当に湯船に浸かったような大学生活だったので、あ、羨ましいですね、それはちゃんとかけたんでしょ、かけてないです、かけてでも本当に面白くなかったんです、なんかこれだっていう心からの感動が全然なくて、でやはりさっきの泰山寮さんの
絵を見てもう雷に打たれたような衝撃を受けてからのこれですね。やっぱりハマっちゃうっていうかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。藤愛さん、村林信也理事長、ありがとうございました。のお二人の、アーティストさんとの関わり合い、個性との向き合い方、非常に勉強になりました。で、伊藤愛さん の面白いから世界が広がるという言葉が非常に印象的でした。勉強になりました。ありがとうございました。さて、ここで皆さんにお知らせです。この配信講座は第2部アーティストトークへと続きますが、番組の構成を踏まえ2本の動画に分けて放送いたします。動画の概要欄に第2部アーティストトークの URL がありますので、そちらをクリックしていただきますと次の動画の視聴が可能です。皆様よろしくお願いします。それでは第2部に続きます。